こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。購入したのはランニングの時に使うグローブ、真冬の時期ですね。手が冷たいんでということで、まあ、今まで同じような商品をですね何度か買ってきました。このミズノのランニンググローブ、製品名で言うとミズノの陸上レーシンググローブってなってますね。で、まあ、色は、黒とかいろいろあったんですけども、まあ、お値段一番安いところを探したら、まあ、これしかなかったんで、この色にしました。U2MY950272 っていう型番ですかね。S サイズですね。今回は白ベースのやつに変えました。まあ別に何でもいいじゃないかっていうのはあるんですけども、まあ一応そのちゃんとしたスポーツメーカーがそのランニング用のグローブっていうことで出してる商品なんで、なんだろう、その、発汗、汗かいた時の、逃がし方とか、まあなんかいろいろと多分、走っている時に都合のいいような、まあ機能を持った手袋なんだろうなと思って、まあ、ずっとこのミズノの、ランニンググローブかレーシンググローブを使い続けてます。ちなみにお値段はヤフーショッピングに出店しているお店で1310円ですね。これが希望小売価格が1650円なんで、まあ、300円ぐらいちょっとお安い商品ですかね。で、買い替えた理由は、今使ってたやつの指先、親指の違うか、人差し指かの指先がほころんじゃったんで、まあ、新しく買い替えましたと。で、今まで使ってたのがこの黒色のやつですね。なんですけども、それの左手の人差し指の先が、まあ、ほころんじゃったと。あ、ごめんなさい、親指だ。あ、ちょっと見えますかね、穴が開いて中が見えてるんですけども、で、なんかわかんないですけども左手がこうなっちゃうんですよね。で、右側は平気なんですよね。転んでる雰囲気もないんですので、手の使い方がそんなに左右で違うのかっていう、感じはするんですけども、まあ、穴が開くぐらい転んじゃいましたと。で、実はこれを購入する前に使ってたのがこちらですね。ちょっとまたデザインが違うんですけども、で、これの時も右手はですね平気で、左手のちょっと指はどれか覚えてないんですけども、左手のどっかの指がやっぱり転んで穴が開いて、買い替えたと。で、これなんで取ってるかっていうと、まあ、この先ですね、今度右側の手が穴開いてダメになれば、まあ左右でデザインとか色が違うは違うんですけども、まあそれでも使えるかなと思って取っておいたんですけども、まあ連続して左手に穴が開いちゃったということなんで、今回新しいのを買い替えましたと。はい、今回はミズノの陸上レーシンググローブの開封動画でした。以上です。